今も続く中共ウイルスはすでに内外関係において窮地に立たされている中共政権をさらに追い込んでいる大紀元が独自に入手した中共遼寧省大連氏の財務に関する内部文書から大連は財政難に陥ったことが分かった在連氏の区政府は公共安全費を職員の福祉厚生金に充てている 大連の区政府は公共安全費を職員の福祉公正金に充てる最近大紀元が入手した中共大連市の公文書によればフランテン地区の住宅建設局は地区政府に公共安全費の一部を職員の福利公正金の支払いに充てるよう要請したことが分かった5月21日の公文書には 地区政府に2020年5月から12月までの公共安全費の一部160万元を借用し、政府職員への福祉厚生金の支払いに充てる同意を求めると書かれている。大連市のフランテンク住宅建設局も都市管理事務を行う。市政公使というものがあり、 それは一般的に住宅建設局の子会社あるいは関連する基礎建設施工会社であり中共政権内の実権を握る部門でもある公共安全費とは中共政権が財政から一時経費として調達国民を弾圧し政権の安定を維持するための資金である 福利厚生として年金医療労災育児保険および住宅積立金をまとめて5件1金という内部文書のキーポイント中共地方政府が深刻な財政難に直面する疫病真った中に中共の財政難前述のフランテンク重建局の公文書は 公共安全費の一時借用をできる限り早期に返すと承諾したしかし2つの前提条件がある第一に裁判所は凍結した市政公使の銀行口座を解除すること第2に市の財政から市政公使の維持費を支払うこといずれもフランテン地区政府の財政難の表れである 事実上去年からの中共ウイルスの影響で中共の財政に大きな打撃を与えている2008年の金融危機以来同期と比べて初めてのマイナス成長で財政と税収ともに4か月連続して大きく下回った中共はウイルス感染の状況及び経済への影響を隠し続けてきた しかし大紀元が入手した内部文書は大連の市政建設がウイルスの拡大で受けた大きなダメージデータ操作で隠蔽された復興後の窮地とその真相を明かしている。 3月31日大連市住宅建設局は政府省市の復興要求に基づき3月29日まで市政府事業の482のインフラプロジェクトのうち302のプロジェクトが審査を通過したと述べた報告によれば市の建設プロジェクトのうち14%が失敗に終わったという数億元の公的資金が無駄になった 莫大な初期投資がドブに捨てられた理由はいずれもお金がないかあるいは人が足りないかのどちらかだと示した大連市内部文書による経済目標の達成困難による混乱大紀元が入手した財政の内部文書では商業貿易流通などさまざまな業種業態が致命的な打撃を受けた事実が載っている ウイルス拡大の代償は単なる大連市の財政への打撃にとどまらないだろう東は3月17日大連市商務局の2019年大連市社会消費品の小売売上高合計と関連指標終了状況報告を入手した報告書には今年に入ってからは突如コロナウイルスの影響で商業貿易流通など致命的な打撃を受けたと示し 先行きはかなり悲観的である報告書に「中共ウイルスはこの先どうなるのかはっきりせず外部の経済環境は不安定で企業の発展は賃貸や従業員物流などによる制限がさらに目立つことになるだろう」と書かれた5月22日の大連市の政府機関による通知2020年1月から4月市の各地域における外資の利用状況についての報告では 今年の外国人投資受け入れ額が大幅に減少し1月から4月の実際の外国人投資活用額は前年比56.8%急落したまた大紀元が入手したフランテンの地区税務局の税務報告によるとウイルスの影響でフランテン地区の企業輸出と政府歳入が流行の影響を受けており今年の輸出も楽観的ではないことが明らかになった 同税務局にとって最大の税収は製造業と建設業で90%を占めている財政収入源の企業の所得税から分析してみると当局は本年の第1四半期は今回のウイルスによる深刻な影響を受けたとの見解を示し税収は同期と比べ70%以上下回るという見方を示している当地区の税務局は 税減となる15の企業を調査した結果、仕事と生産を再開している企業の割合は73.33%に達したが、本年第一四半期の納税予定額は同じ時期と比べて80%下回ると予測した。